いたいた。いや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 、切られてますけど。いや、まーちゃんおーちゃんやもん、ほとんどひまわりチャンネル好きすぎるやろ。はい、ということで今日は外からスタートしましたけども、はい、なんとですね、今、あ、ちょっと早い早い早い、ちょっと早い、ちょっと待って、嘘でしょこのタイミングで。ちょっと竹内涼真くんが、どうもいやいや、ちょっと待って、感動の対面をしようと思ったのに。いやでも車が来て見えちゃったから。いやちょっと来ちゃったやん。見えちゃったから。オープニングを撮ろうとしてたのに。マジ。いやびっくりした。すいません、とりあえずオープニングこんな形でオープニングが今回ね、今セブンティーアゲインというパパがミュージカルやってるんですけども、めっちゃ面白いんですよ。そうそう、竹内涼真くんとやってるんですけど、そう、ミュウが初めて好きになった芸能人が竹内涼真くんということで、ママさんこれもうめっちゃ昔よね。芸能人で初めてパパ好き。あら、ありがとうございます。まあそれはパパだけど、いや、なんか初めてかっこいいっていう、そう、なんか人がいるっていう、で、何かわかんないんだけど、なんかね、幼稚園か小学1年生かぐらいで、かっこいいって言い出して、ねえ、その竹内くんとパパが初めてお仕事するってなって、今日はその稽古現場にちょっと遊びに来ていいですということで、感動の対面をこっちはサプライズしようと思ったんですけど、もう始まってますから。ちょっと車の画面で始まってますから。ちょっと龍馬くんがアンパンマン持ってんのもええな。おしゃれに見えるな。龍馬くんがめっちゃ子供好きやからね。パパと並んだら全然違う。顔の大きさも全然違う。だって矢原さんそっくりだ。マジで？マジで似てる？ミニフィギュアじゃない。似てるって言われんねんけど。ちょっととりあえず稽古場に行かせてもらいましょうか。はい。はい、行きましょう。改めまして竹内涼真くんです。よろしくお願いします。こんにちは。いや、急にテンション上がったわね、本当に。なんでみんな同じ服着てんの、すごい可愛いんだけど。ね、ママが出した。ママがお金を出したってこと？いや、そんな気なくさい話せえへんの。今パパはですね、ちょっとセブンティーンアゲインというミュージカルをね、竹内くんと一緒にやっておりましてですね、です、絶賛稽古期間中なんですけども、原作見た、その、え、なんで映画をね、じゃあパパ、オタクの人役ってのは分かってる。SS 好きだね。そう。ちなみにどうですか、竹内くん、稽古は大変ですよ。いろんな初めてのことやってますから。めちゃめちゃ頭使ってる感じだもんね、本当に。僕と江原さんのシーンも結構大変じゃないですか。すごいね。一番きついかもしれない。あ、本当に？このシーンが全部やって、それをですね、ちょっと今日は皆さんに見ていただきたいなと思って。まだそんな完璧にできてるわけじゃないし、これから変わるかもわかんないけども、今の時点で竹内涼真くんが一番きついと言っているシーンを、このシーンをやったら次舞台に出てこれないかも。それぐらいきついの。正直本当にあの途中でもはぁはぁってなるもんね。そう、こんだけずっと継続して体力を使い続けることってあんまないんじゃないですか。ないですね。まあ、なんかそういうわーっていうシーンだから息が上がってるのは確かにリアルではあるけど、うん、でもその後すぐ歌わなあかんからね。そうそう、ちょっと皆さんに今日は見ていただきたいと思いますので。見てくれます？皆さんちょっとそんなテンションでおとなしく見れる？見れますよ。見れるよ。見れるよ。すごい、本当に3姉妹楽しそうよ。本当よかったね。俺パパ冥利につきますわ、本当に。ありがとうございます、竹内さん。本当に出ていただいて。女の子3人いいな。いや、子供いっぱい欲しいもんね。欲しい。あと一人チビギャングがいるわけです。チビギャングが一人下にいますから。さっき下で会いましたけど、チビマサイ。あとこのやつ、え、そう、7月5人目生まれるんです。出た、すごくない？マジ。あ、だからさっき奥さん、あれ、そうそうそう、お腹と思ってたら、そう、今います。
いやー本当にそんな大家族ですけどもね、はい、ちょっと竹内さんには仲良くさせていただきましょう。本当によろしくお願いします、はい、お願いいたします。でちょっと稽古を皆さん真剣にパパが仕事してる時っていうのをねたまには見ていただきたいなと思います。パパの仕事姿は見たことある？見たことあるよ。あるよ。だってふざけ役だもんね、いつも。うん、大体ね。大体パンとうん、でもさ、お腹ボコボコ。そうそう、お腹ボコボコ。大体パパの役は太ってます。あ俺今回の役めっちゃ太るんだよ、最初。えお腹超出るんだよ。そうそうそう。巻くの？巻くの。パパは役作りだからって言ってめっちゃ食べてた。じゃあちょっと一回稽古しますんでね、皆さん、はい、おとなしく見といてください。好きに見といてみんなもう、はい、うん、というわけで今回はパパのセブンティアンゲインの稽古場にお邪魔させていただきまして、龍馬さんの演技をガチで見させていただきましたけども、みゆさん面白かったそういうパパがなんか変な被り物次々変わってくるからパパはもうふざける役やからね竹内さんと会ってどうですか皆さん。めっちゃ嬉しい。よかったな、ほんまによかったな。三姉妹のテンションの上がり具合と龍馬くんの疲れ具合がいいコントラストに今日も一日ね稽古がありますから。そうなんですよ。セブンティーンアゲインは5月16日からね、池袋のブリリアでありますので、ぜひとも皆さん見に来ていただければ嬉しいなと思っております。竹内龍馬くんの初めての舞台ですからね。あの稽古も順調でございますので、皆さんぜひともお願いいたします。ということでお願いします。グッドボタン、よろしくお願いします。ちょっと待って待って、それ何それそれ何て言ってんの、教えてよ。チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。あ、チャンネル登録とグッドボタン、グッドボタンをよろしくお願いしますね、うん、あ、一緒にやってくれるんですか。じゃあチャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。イエーイ、また見てねバイバーイ。ちょっと普通に家遊びに来たいわ遊びに来てちょうだい